こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、モッピーの中からこれはどうだっていう案件を紹介するんですけども、でもね、私からはね、ちょっと待てと言いたいんですよね。それがですね、これです。あのちびまる子ちゃんのやつですね。私も一回この話したと思うんですけども、ちびまる子ちゃんの電気切り替えで電気代も安くなるし、で14,000円のポイントも入るよって話したんですけども、私はね、これ契約してないんですよ。で、追加放送もしなかったでしょ。これなんでかっていうと、実はその後でね、もっとね、チャージバックが多い、例えば、ちょっとはっきりは言えませんけども、14,000円以上のバックがもらえて、しかも毎月の電気代もここのちびまる子ちゃんよりも安いところから、ちょっとね、お問い合わせっていうかね、申し出があったんですよ。で、そちらの方と契約しました。そうするとやっぱりね、すごいです。ちびまる子ちゃんどころじゃなく、ものすごく良かったなと思いますんで、もうちょっと待ってくださいね。これね、無限に人に話していい話じゃないそうなんですよ。定員があるそうなんで、いつ、お知らせしようかなと思って今ね、整えているんですけども、もうちょっと待ってくださいね。今週か来週ぐらいには、どういった形で知らせることができるかってことが分かりますんで、でこれはポイントサイト経由でも何でもなくって、担当者がつきますんで、担当者を私が紹介して、もちろんこれね、速稼塾塾生です。で、私も長年信頼してる人です。で、彼が私がね、ちびまる子ちゃんの切り替えようと思うんだけどどうって言ったら、それもいいけどこっちがありますよと、実はあんまりたくさんの方には知らせられないんで、限定があるんでっていうことで、ちょっとこっそりと知らせてくれたんですよね。で、私切り替えて、去年切り替えて契約完了したんで、ちょっとびっくりしたんですけどもね、いや、こっちじゃないとダメだろうと思ったんですよ。ですんで、ちびまる子ちゃんの電気をお考えの方、それはそれでいいんですけども、もうちょっと待てるよって方はですね、ぜひね、私のこの電気代の切り替えの話をしだすまでちょっと待ってもらいたいんですよ。ということで、ちょっとね、次はね、いつお知らせになるか分かりませんけども、まあ遅くても来週中には追加放送できると思いますんで、電気代の切り替えでもうちょっと儲けたい、もうちょっと割り引いてほしいって方は、もうちょっと待っててくださいね。私の方が今度ね、第2話でお伝えしますんで、よろしくお願いします。で、ここにはね、とりあえず10名ぐらいの方の枠を確保したいなと思いますんで、10名にならなかったらごめんなさい、5名か6名ぐらいになるかもしれませんけども、とりあえず私はね、10名でお願いしますって言ってますんで、10名だけちょっと特権を欲しい方、別に中華編の手数料くれとか私はいませんのでね、どういうことになるかちょっとまだわからないんですけども、ちょっと待っといてもらいたいなと思います。それでね、1月中に私の話がうまくまとまらないようでしたら、それはちびまる子ちゃんに言ってもらっても構わないと思うんですよ。ちょっとね、調整させていただいて、私の方ではその紹介料くれとかなんとかって話はしませんので、ただ善意でお知らせしたくって、ちょっと待ってくださいって話をさせてもらってます。じゃあ、すいませんけども、第2話をお待ちください。来週にはリリースできると思いますので、じゃあよろしくお願いします。